はい、ひゅひょチャンネルひゅです。皆さんご機嫌いかがでしょうかさて、今回なんですけれども、皆さん体が痒くなったり、あそこが痒くなったりすることありませんかというわけで、私数年前にめちゃくちゃ悩まされた、感じた菌についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、感じた菌についてお話をしていきたいと思うんですけれども、 まずね、大体の皆さんは性病を思い浮かべると思うんですけれども、こちらね、性病以外からの発症もあるということを皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、というわけで、ドン、こちらです。ほとんどの健康な人の体にも感じた菌はいるそうです。腸内環境が乱れると悪さをするそうなんです。で、疲れてくると肌荒れ、 頭痛などが慢性的に現れてくると、感じた症候群の疑いがあるそうなんです。なので、体のかゆみ以外にも慢性的な体の不調を感じたときは、こちらの感じた症候群を疑ってみてはいかがでしょうか はい、といとうわけで症状はどういったものがあるかと言いますと疲労感が続くとか体重が増加しつつあるあと体のむくみ。 あと、腸内にガスが溜まって、ちょっとね、お腹が張るなーとか、あと、イライラしやすいとか、うつっぽいとか、いろんな症状をこいつもたらしていきます。で、カンジダはその人の弱い部分に現れやすいそうで、皮膚は体の中の溜まっている悪いものを出口になりやすいために、皮膚に最初に出ることがとても多いそうなんですけれども、やっぱりね、なので最初に現れるのはね、まあ、 頭痛とか疲労感とかもあると思うんですけれども体が痒いとかそういう症状も現れるのではないのかなと思いますそして自分がこの感じたに侵されているのかっていうのを知りたい時に、えー、と実験できることがあるらしいんですけれどもそれが、えー、とコップに水を張って で唾液を垂らしますでなんか朝一らしいんですけどすると感じた菌が、えー、と増殖している体の唾液は、えー、と沈まずに透明にならずになんかこうクラゲの足みたいなやつがいっぱいわーって出て水が濁るんだってちょっと怖くて私やったことないんですけれども、まあ、これもねなんか。 賛否両論あるみたいでえっ、ー、と、まあそれが感じたっていう人もいればその実験は違うよっていう人もいるらしいんですけれどもまあね、ちょっと気になる方はやってみてはいかがかななんて思いますそして、あ、もう一つなんですけれどもこれから、えっ、ー、と 私がこれを、えー、と感じた菌をやっつけるために試したこのサプリメントとかあと食べ物なんかを詳しく話していくんですけれどもこちらを取ったり、えーとまあ、食食べ物の改善なんかをしてくると 一番最初にやってくるのが大オフという症状になりますこれがねすごく逆に悪化したような頭痛がもっとひどくなったようなとか体がもっと悪くなったような症状が出るんですけれどもそれは、好転する前の反応になりますので大オフイコール好転反応ということになるので少しねちょっときつすぎるとちょっと辛くなるかもしれないんですけれどもちょっとそこら辺もね踏まえて聞いていただけたらなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 はい、その前に1つお話ししておこうと思うんですけれども、えー、と私はサプリメントは基本オーガニック商品やサプリメントを扱っているアメリカにあるアイハーブというところから購入していますでもね普通に Amazon、ね、とかヤフーでも買えるのでそちらで調べてみてくださいそして、えー、とサプリメントなんですけれども同じものを、えー、とずっとあの取り続けると菌が、ね、慣れてしまって えと効かなくなってしまうということもあるそうなので大体1瓶2瓶ぐらい飲み終えたら新しいサプリメントに切り替えてまた戻したりとかそういうのを、ね、繰り返してきましたなのでこちらも、ね、ちょっと参考にしていただけたらなと思いますはいそしていよいよやっとサプリメントのご紹介になりますまず1つ目なんですけれどもこちらがカンジタ菌のえっ、ー、と バランスを、ね、整えて腸内環境を良くして、えー、と改善させていくというサプリメントになります。こちらがまず1つ目、感じたサポート2つ目、オリーブの葉そしてプロバイオティクスこち,らです、ねえー、こちらを飲み続けて、ま、3ヶ月目ぐらいから徐々に徐々にあの改善が見られるようになってきたかなと思います。 はい、そして、えー、と次に、ねま、たお話しする食べ物にも関係するんですけれども、えー、と砂糖の摂取を抑える、吸収を抑えるギムネマそして、えー、小麦の、えー、と吸収を抑えるグルテンダイジェストこちらも、ね、外食とかどうしてもパンが食べたいパスタが食べたいというときはこちらを取るようにして、あのー、腸内環境が、ね、乱れないように注意をしてきました。 そしてあと抗菌作用のあるものアップルビネガーそしてグレープシードエキス、こちらもね、えー、と常に大体あのどちらかを飲んだりするようにしていましたであのアップルビネガーなんですけれどもこちらもちろん砂糖の入っていない無添加の天然の、ねえー、とアップルビネガーの方をおすすめします。 っていうことになるんですけどもこちらね小麦なんかが入っていたり砂糖が入っていたりするものはまず NG になりますそして、えー、とアップルあアップルじゃない。 グレープシードエキスはこれはグレープフルーツの種から取ったエキスになります。こちらがね、すごく万能で飲んでもいいし、あのー、水に薄めて除菌スプレーとして使えたりとか、ものすごく、ね、万能アイテムなので、今ね、ウイルス対策とかすごくしている方にとっては、ちょっとね、あのー、 某ウイルスに効くかはわからないんですけれども、すごくね、除菌アイテムとしてはね、優秀なんではないかなと思っております。次に、えー、と、ハーブ系なんですけれども、まず、エキナセアというえー、と、紅茶ですね、こちら、紅茶、紅茶じゃない、エキナセアというハーブティーをまだいたいね、飲んだりしていました。こちらも抗菌作用があります。次に、ティートリーなんですけれども、こちらが、えっ、ー、と、 ハーブですねハーブの、えー、と精油になりますこちらねすごくねえっ、ー、とー 抗菌作用が強くて、えっと、いろんな皮膚炎とかにも効くんですけれども虫刺さ,されに直接塗ったりしても治るということでただ原液はすごく強いので逆にかぶれたりします。で私はどのように使っていたかというとすごくかゆみがひどいときにコットンに23滴垂らして、えー、とハンカチの中にくるんでお股に挟んだりしていました。これもも、ね、合合う人人わない人がいいいがるのでしし試してみたい方は滴ららかと 試してててみたらいかがかがななんて思っておりますそしてまあ番外編としましてはボーンブロス、えー、と牛の骨を煮込んで煮込んで煮込みまくったスープこれもものすごく効くということだったんで何回か作ったんですけれども、えー、とめんどくさくてすぐやめちゃいました、えー、と粉なんかもアイハーブで売っているのでそちらを試してみるのも良いのではないでしょうか。はい というわけで今回私が試した見たサプリメントをご紹介してきましたあそうもう一つあったんですけどニンニクのサプリメントも試してみましたニンニクもね割とねその感じたの,あの筋肉いくということだったんですけれどもえー、とまあ飲んでもあんまりちょっと効かなかったかな私はっていうかまあ元気になったあの活力は出たのかななんて思ってるんですけどもちなみに民間療法であの生のニンニクにあの糸を通して あそこに入れちゃうっていうなんかすごいなんか両方もあるみたいなんですけれども私それは怖くてできませんでしたえっ、ー、と興味のある方は自己責任でどうぞっていう感じなんですけれどもあまりおすすめはしませんはいというわけで次に、えー、とこれが最も大事ですサプリメントを取る取って改善させるのもいいんですけれども 次にお話しする食事これが本当に鍵になってきますので皆さん最後までご覧いただけたらなと思いますはいというわけでここからが1番の本題ですサプリメントであの改善させるのも確かにいいんですけども根本的に食生活を変えるというのが一番効果的ですはいというわけで詳しくお話をしていきたいと思いますので えーと皆さん心して聞いてください。食べるものがものすごく減ります。もうこの世の中には美味しいものがたくさんあるのにっていう、ちょっと愕然とする内容になりますけれども、ちょっと聞いていただけたらと思います。ただ悩んでいる人はこれをやったらものすごくてきめんです。はいまず 感じた時に避けたい食べ物の前提としてよく聞くのが、まあね、小麦製品、乳製品、あと甘いものは食べない方がまあいいんですけれどもまず、ね、これだけは本当に、えー、やめた方がいいというトップ6、こちらをお話をしていきたいと思います。まあね、症状の度合いによって、まあ、どこまで避けるかっていうのはいろいろあると思うんですけれども まず、いきたいと思います。トップ6。じゃあ、6番目からいきたいと思います。カフェイン。そして、乳製品。グルテン、小麦。アルコール。そして、砂糖。抗生物質と、経口避妊薬。はい、こちらになります。こちらを完全に、皆さん、立ちましょう。 と言ってもなかなか難しいですよね。この世の中おいしいものがたくさんあふれています。で、えっと、まあ一番最初ですね、一番な抗生物質と経口避妊薬なんですけれども、こちらはね、まあね、病気にならなかったりとか、まあなんだろう生理痛改善とか、あとま避、あ、妊薬としてえっとピールを処方されることが多いと思うんですけれども、まあ、これをね、まあ、避ければ、まあ、まあ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 、まあ。 これもままず1つ回避できますよねその次に砂糖って書いてますけどもお菓子とか、まあね、本当にね、あのー、スーパーとかでよく見るともう至るところに砂糖って入ってるんですねか全部避けるのって本当に難しいのでまあね極力、えっと、自炊とかにして 砂糖を控えたりとかあと原材料名のところで砂糖が一番最初に来ていないものから選ぶとかいろいろね工夫をしてみていってはいかがかなこのものと思いますで次アルコールなんですけれどもこれもねお酒が大好きな方はまずね頑張って立つしかないですよね私も立ってもうもう5、6年になりますもう最初はねうわ酒飲みでって思ったんですけれども今はねノンアルコールなんかもあるのでまあね砂糖に気をつけてそういうのをと っていう手もあるのかなって思います次えっとグルテンなんですけれどもこちらはねパンとかパスタとかうどんとかめっちゃ美味しいものばっかりじゃないですかこれもねなかなかねほんと大変でした避けるのしかもねこれねお醤油とかねいろんなところに入ってるんですよねこれ砂糖と小麦本当にねこの世の中で入っていないものはないんじゃないかってぐらい入っているのではいだいちゃん伸びてますというのでもうほんとね どうなんだろうなって思います次、乳製品こちらね、乳製品と書いてるん 乳製品と言ってるんですけども、まあ、ヨーグルトはねなんか大丈夫ということだったんでこれヨーグルトをね、まあ、私は毎日取り続けてたんですけれどもここに一つ落とし穴がありました私乳製品がダメだったみたいであのー、他の食,食べ物をすごく制限してた分あのおやつなんかをやっぱ食べたいじゃないですかそれでなんか無糖のね砂糖の入ってないヨーグルトなんかをいろんなものをね買い集めてね食べたりしてたんですよそれがね ちょっとダメだったみたいでニューそのヨーグルトをやめた途端に一気に改善のスピードがワーチャー,ーっと速くなりましたなので、まあ、これも、ね、ヨーグルト合う人合わない人もいると思うので、えー、と食べてみたり食べてみなかったり自分の体でねちょっと実験しつつ行ってみてはいかがかなと思いますそしててカフェインこれも、ね、頑張って立てば ななんとかなりますカフェインレスのねコーヒーなんかとかお茶なんかもねすごく売られているのでうまくね工夫していけばあのだ、ー、ろう楽しくね生活も送れるのではないかな,なと思います、えー、とそしてその他に、えーとま、気をつけた方がいいなっていうものがま豚肉とあと加工肉あと加工食品なんかも、えー、と危険だそうですそしてあと一部シーフード これ、重金属の蓄積が心配されている貝類とか大型魚大型魚何そして、えー、っと、養殖の魚なんかもね、ちょっと気をつけた方がいいということでした。そして、あと一部ナッツ、ピーナッツ、カシューナッツ、ピスタチオなんかはカビが生えやすいということで、これもね、ちょっと気をつけた方がいいということでした。はい。というわけで、まあ、先ほども言いましたが、あとカビチーズとかのカビなんかもやばいので、 本当にね気をつけてチーズ大好きな人多いじゃないですか私も好きだったんですけどもねブルーチーズとかめっちゃ美味しいじゃないですかでもあれも立ちました はい、あとトウモロコシなんかもね、えー、とあまりよろしくないということだったのでそれもたちました。というわけで上からずらーっといくとまあね食べるものがないんじゃないかなって思うんですけれどもまあなんか本当心寂しくなって口寂しくなる日々を送ったんですけれどもその結果、今ここに、えー、と体調が復活しているので皆さんもこちらをね試してみてはいかがかななんて思います。あとねフルーツなんかも えー、糖質の少ないものなら OK なんですけれども、まあ、日本のフルーツは美味しいものが多いのでなかなかね、えー、と取るのも、ね、大変なのかななんて思っているんですけれども全く糖を取らないっていうのもあの体には悪いので、まあ、多少ね取りつつうまく体をコントロールしていけたら、えー、と改善につながるかなと思います。ちなみにこれをやると、えー、と 体が痩せていきます。自然と。なので体もすっきりします。心も体もすっきり、感じたもすっきりというわけで、今回は感じた菌についてお話をしていきました。皆さんね、えっ、ー、と、この時期ちょっと、あ、この時期というか、 あの年末年始に感じたになる人が増えるっていう話を聞いたことがあるんですけれどもそれはなぜかというと、まあ、クリスマスがあり年末があり年始がありそれそうなんですけどもケーキ食べたりおいしいものたくさん食べますよねそれであとまあ夜更かしなんかもしちゃったりとかして生活が乱れて感じたになりやすいということだったので年末年始皆さんお気をつけてはいかがでしょうかはいああともう一つなんですけれども 蒸れたりしても、ちょっとなんだろう感じたが増えるというかかゆ、まあ、みもあるがね、体にあ,のあそこに出てきたりするということで、まあ、私はね、生理後にね、なんかあのベビー用のお尻拭きとかあのトイレに流せるお尻拭きなんかであそこをね、常に清潔に保つということも心がけています。というわけで、まあ、トータル的にえっ、ー、と、まあ、心も体も清潔に 保ちましょうということになります。はい、というわけで長くなりましたが、ちょっとめっちゃ長くなったよね。長くなりましたが、今日もご覧いただきありがとうございました。えーと皆さんがね、これを機に少しでも改善されればな、なかゆみとかから改善され、解放されればなとすごく願っております。 というわけで、えーと、これで改善したとか何かいろいろありましたらコメント欄なんかに、えー、と書き込みをしていただけて皆さんで共有できたらななんて思います。そして、えー、ともしよかったら高評価、そしていいねボタン、あ、同じだ、高評価、えー、とそしてチャンネル登録していただけましたらとても喜びますのでよろしくお願いいたします。それでは、ひょうひょうチャンネルのひょうでした。またねーバイバーイ 聞きあったと思いますが許してね。